ジェイミー・オリバージェイミー・オリバーは、イギリスのシェフ。イギリスでは、裸のシェフとして知られている。イギリスエセックスのクラベリングで、パブレストラン、ザ・クリカターズを経営する両親のもとに生まれる。8歳の頃より、両親の手伝いを通じて、料理に親しむようになる。ディスレクシアでもあり、16歳の頃に学校を辞め、料理人になることを志して、 ウェストミンスター・キングスウェイ・カレッジに入学。フランスで修行後、ロンドンに戻りいくつかのレストランでシェフを務めた。1990年代には、アントニオ・カルルッチョの下で料理人として働いた。シェフとしての活躍が、ドキュメンタリー番組として、テレビで紹介され、注目を浴びるようになる。1998年、BBC で、裸のシェフと題する料理番組シリーズの放映が、 開始され、人気を博すようになる。2002年8月に、日本のアフタヌーンティーが、グランドオープンした、アフタヌーンティーザー・ジェネラルストア・銀座内の、アフタヌーンティー、ベーカーダイナーコースメニューに、コラボレート参加した。2003年、運命を受訓した。2010年、テッドプライズ受賞。受賞講演は、 子供たちに食の教育を現代 teach every child about food2017 年頃からレストランの閉鎖が相次いでいたが2019年5月21日に自身のツイッターで経営する飲食店グループの経営破綻を明かしている2000年6月24日ジュリエットノートンと結婚2002年3月に長女ポピー2003年4月に ジジョデイジー、2009年4月に参所、ペタル、2010年9月に、長男バディ、2016年8月に、ジナン・リバーが生まれる。現在、7人でエセックス州に在住。オリバーズ・ツイストは、ロンドンで撮影され、アメリカのケーブル局、フードネットワークによって、世界50カ国以上に配信されている。イギリスの公立学校にて、学校給食改善運動に取り組む。 ジャンクフードが主流となった子供たちの食生活を変えるべく安価でヘルシーなレシピの考案、調理師たちのトレーニング、子供たちへの食育活動、給食予算増額のための陳情など総合的な給食改善活動を展開。その後、アメリカが衆国各地をめぐり、食育改革に取り組んでいる。13歳の時より友人と共に、 スカーレットディビジョンという名のバンドを組んでいた。2000年10月にはソニーミュージックから数枚シングルを出し、そのうちサンディアルは UK ポップチャートで42位を記録した。しかしジェイミー・オリバーの名声に乗じた活動であると捉えられ、メディアでもまともに取り上げられなかったことから間もなく解散した。2002年にテレビシリーズオリバーズ・ツイストのテーマソング、w ジャストザスターと7をかつてのメンバーと制作し人気を博した。2000年からイギリスのスーパーマーケットセインズベリーのテレビラジオコマーシャルのキャラクターとして出演している。広告への出演量は年間120万ポンドと言われている。しかしジェイミー自身はスーパーマーケットで買い物することはないと語っている。ありがとうございます。